アイスムボイレピ朝ごはん、いちごのフルーツサンド。あ、おはよう。はい。いい香りでしょ。今朝のパンに合わせてコーヒー豆も選んだんだよ。いちごのフルーツサンド。もうちょっと待っててね。冷た。氷水を張ったボウルに一回り小さなボウルを重ねて、生クリームと砂糖を入れてハンドミキサーで泡立てる。ちょっと固めのくぶ立てになったら食パンに塗る。いちごのヘタを切り落として生クリームを塗った食パンに十文字に並べて、食パンで挟み、軽く押さえ込みながらラップで包み、冷蔵庫で5分から20分休ませる。冷蔵庫から出したらラップを取り外して、十文字に包丁を入れて4等分にしたら、ふわっと甘いいちごのフルーツサンドの出来上がり。お待たせ。どうぞ召し上がれ。おはようございます。アイスムボイレピ朝ごはん、声優の上村優斗です。よろしくお願いいたします。僕は食べることがとても大好きなので、今回このお話をいただいてとてもとても楽しみにしておりました。どうぞお願いいたします。僕はですね、4歳の時から子役のお仕事をさせていただいていまして、そこから現在、29歳に至るまで役者業をずっと続けてきています。顔出しのお仕事であったり、ドラマのお仕事、もちろん声のお仕事もさせていただいているんですけれども、大人になってから本格的に声優業に力を入れて頑張っています。で、その中でね、たくさん美味しいものも食べてきましたので、いや本当にね、この朝ごはん僕もとても大事に、毎朝食べていますので、ご紹介できるの嬉しいなと思っておりますよ。アイスムボイレピ朝ごはんは声で届ける簡単ボイスレシピです。休日の朝が楽しくなるような家でできる朝カフェレシピをご紹介しています。今回のレシピはいちごのフルーツサンド。パン好きの僕としてはたまらないレシピなんです。はい、僕パンがとても大好きなんです。どのぐらい好きなのかと言いますとですね、パンシェルジュ検定というその資格を持っているんですね。こちら3級2級1級と、学科試験を乗り越え、無事1級を取得することができました。ちなみにパンシェルジュって何ですかっていうことなんですけれども、奥深いパンの世界を迷うことなく案内できる幅広い知識を持った人という意味となっております。パンとコンシェルジュの造語なんですよね。それでパンシェルジュになったんですが、なぜそこまで極めたのかと言いますと、僕はですね、悪化13区監察課というテレビアニメでマギーという役をやらせていただきまして、そのマギーくんがですね、食パンが大好きなキャラクターだったんですよね。そのマギーくんを演じた当時の僕はどちらかというとご飯派だったんですが、そのマギーくんを演じるにあたって、なんで彼はここまで食パンに没頭して興奮しているんだろうっていうところを知りたいなと思って、当時流行していた生食パンを食べまして、その時に食パンの概念が変わりましたね。あんなにふわふわもちもちでそのまま食べられる、でその上でこう生地の美味しさも感じられる、パンの世界って奥深いのではと気づかされた瞬間でしたね。そこから僕もマギーくん同様のめり込むようにですね、パンの世界に誘われまして、
気づいたらパンシェルジュ検定にまでこうね挑戦してパンシェルジュになるっていうところで、本当にこう作品がきっかけでパン好きになれたので、本当にその出会いに感謝だなと思っております。そんな僕なんですけれども、理想の朝ですね、それはですね、少しゆっくりめに起きて前日に買っておいたパンをリベイクし、自分でコーヒーを入れて朝食を楽しむことですね。そう、今朝はたまたま僕が作ったパンを食べましたね。クワトロチーズフォカッチャ食べました。4種類のチーズが乗ったフォカッチャ風なパンなんですけれども、それをですね電子レンジでまず、10秒ぐらい温めて、その後オーブンで2分弱ですね温めるとですね、チーズが程よく溶けるぐらいの感じの、パンがリベイクすることができました。とても優雅な朝を過ごさせていただきました。はい、それを踏まえて今回この収録に臨んでいますので、もう元気100倍でございます。はい、それではですね、今日の詳しいレシピをご案内していきます。春を先取りしたようないちごのフルーツサンド、朝カフェ気分で一緒に作っていきましょう。まずは材料をご紹介します。2人分です。材料です。食パン6枚切り4枚、いちご10個、生クリーム 200ml、 砂糖大さじ2。材料は揃いましたでしょうか。シンプルかつ美味しいいちごのフルーツサンド、頑張って作っていきましょう。それでは料理スタート。1、生クリームを泡立てる。今回は脂肪分 47% の生クリームを使います。低脂肪よりももったりとするので、クリームの硬さが出て扱いやすいそうです。なければ低脂肪や植物性などでも OK です。お好みでお願いいたします。今回のフルーツサンドを作るコツなんですけれども、生クリームはくぶ立てにしっかり泡立てること、そして5分から20分冷蔵庫で休ませること、この2つですね。これを守ってですね、ぜひ作ってみてください。ちなみになんですが、生クリームは時間の経過や振動、温度によって固まる傾向のものもあるので、開封前に軽く振っておくと塊がほぐれたり、空気を抱き込んだ状態になって早めに泡立つそうです。今回ね、そのいちごももちろん大事なんですが、フルーツサンドではやっぱり生クリームがどれだけ美味しくできるかっていうのがとても大事だと思うので、ぜひこだわってみてください。それでは大きめのボウルに氷水を入れてください。次に一回り小さなボウルに生クリームと砂糖を入れて、氷水を張ったボウルに重ねてハンドミキサーでくぶ立てにしていきます。こうやって低温を維持することで泡が潰れず、しっかりと泡立てることができて滑らかなクリームになるんだそうですよ。角が立つくらいのくぶ立てにすることでパンにも塗りやすくなります。ハンドミキサーがない方は手動の泡立て器でももちろん OK です。ちょっと手が疲れちゃうかもしれませんが頑張ってくださいね。どうでしょうか、ハンドミキサー派はだいぶ硬くなってきているのではないでしょうか。一旦様子を見てみましょう。どうですかね、今8分立てくらいの方が多いでしょうか。目安はハンドミキサーを生クリームから離した時にクリームの角が立つくらいです。まだの人はもう少し泡立てましょう。手動泡立て器の方は引き続き頑張ってくださいね。ファイト。いかがでしょうか、くぶ立てのクリームになったでしょうか。泡立て器を持ち上げてもクリームが全く落ちないくらいの固めが理想です。くぶ立てになったら泡立て器からゴムベラに持ち替えて軽く混ぜて均一にしましょう。次はいちごをご用意ください。2、いちごの下ごしらえをする。
イチゴのヘタを切り落としましょう。ちょっと細かい話ですが、包丁を入れるとき、包丁でヘタをめくりながら切ると、後でイチゴについたヘタを取る手間が省けていいですよ。イチゴは水分が出にくいので、サンドイッチの具材に選ぶフルーツとしてはとてもいいです。イチゴ以外なら、バナナやキウイなども水分が出にくくておすすめです。バナナサンドいいですよね。チョコクリームたっぷりにして食べたいなーって思いますね。今回のレシピはいろんなアレンジがしやすいと思いますので、ぜひ試してみてください。さあ、ヘタを切り落とす作業、細かい作業ですが頑張っていきましょう。さて、冒頭で理想の朝の話をしましたが、やはりパンにはコーヒーを合わせたくなりますよね。実はですね、僕にはお気に入りのコーヒードリップスタンドがありまして、それは金筒のコーヒードリップスタンドです。木製のヴィンテージ感あるスタンドと品のあるゴールドのフィルターがおしゃれで一目惚れしちゃいました。すぐ購入しました。コーヒーを入れるときにとても心が躍るんですよね。あのコーヒーを入れている時間は、なんていうのかな、最初はこう寝ぼけまなこでやってるんですけれども、どんどん香りが立ってきて、こう鼻を刺激してですね、そうするとスーッとこう、あ、朝だなっていう気分に変えてもらえるんですよね。あの瞬間は本当に贅沢な朝の時間を過ごしているなっていう感じがしますよね。とても特別感がある感じだなということなんですけれどもね。皆さんはコーヒー自分で入れてますか？ちなみになんですけれども、僕豆をひいて飲んだことはないんですよね。実はそう、あの最初のドラマは僕はすごくね、こうコーヒー詳しい、もういかにも知っているぞっていうような体で演じたんですけれども、まあ実は知らないので将来の理想像ですね。僕が、まあ、コーヒーにも詳しくなって、もパンにも詳しい、なんかそんな自分でいたいなという思いを込めて演じさせていただいていたんです。はい。ということで、そろそろイチゴのヘタが切り落とせた頃ではないでしょうか。イチゴの下ごしらえができたら次の工程に行きますよ。先ほど泡立てた生クリームと食パンを準備してください。3. 食パンに生クリームを塗る。食パンを4枚並べてください。ゴムベラを使ってそれぞれの食パンの真ん中にクリームを置いていきましょう。1枚目、2枚目、3枚目、4枚目。さあ、生クリーム置けましたでしょうか。誰ですか？今クリーム舐めた人いませんか？絶対舐めましたよね。僕だったら舐めちゃいます手についたら舐めちゃうよね。でももう少しですからね、美味しく食べるためにも我慢しておきましょう。さあ、生クリームをそれぞれの食パンの上に置いたら、ゴムベラを使って真ん中から端に向かってクリームを伸ばしていきます。食パンの真ん中のクリームの山を崩して、パンの耳に向かって滑らすように伸ばすイメージです。中央は少し盛り上がっているくらいがいいですよ。生クリームはサンドした時に押されるので、端のクリームが熱いとはみ出てしまいます。真ん中は盛り上がって、端に向かうほど薄く。これが塗り方のポイントとなります。4枚とも同じように生クリームを塗ってくださいね。しっかり塗っておきましょう。ちなみに、僕にとっての美味しい食パンの定義はということなんですが、まあ食パンに限らずですね、パンはやっぱり香り高く様々な味を感じられるパンがいいなと思います。非常に抽象的だと思うんですが、やっぱりパンって生地と、あとはドライフルーツだったりナッツだったりのフィリング、その練り込まれているものの組み合わせによって、
その味わい方が変わってくるなというふうに思いますので、一口噛んでもぐもぐとした時にいろんな風味を感じられるパンが僕はいいなと思いますね。なんかやっぱパンってその中に夢が詰まっていると僕は思っているんですよね。その小麦粉の種類であったり、バターの種類であったり、あとは気候によっても生地が乾燥しやすい時とか、あ、今日はいい感じだなとか、こう触った感じで変わったりもするんですけれども、そういう風に毎回同じパンって絶対にできないんですよ。それがこうパンを作る上での奥深さだなと思いますし、それを知っているからこそパンを食べる時、一口一口が本当に大事ですね。毎回味が違うというか、感じられる香りも違うし、なんかね、そういう風に複雑だけど、だからこそ楽しめるこうパンをどんどん作っていきたいななんて思っていますね。なんかそれをちゃんと自分の自信にして、これからもパンシェルジュの道を突き進んでいきたいなと思っていますよ。そんな夢が詰まったお店あるんです。今回ご紹介させていただきたいと思います。ビロンというお店です。もしかしたらご存知の方もいらっしゃいますかね。こちらのビロン、何がすごいかと言いますと、モーニングセットなんです。定番のバケットはもちろん、豊富な種類のパンの中から自分の食べたいパンを選べるんですね。もうその瞬間はもう幸福でしたね。世界が輝いて見えました。店内の雰囲気も良くてですね、早起きして行った甲斐があったなって感じましたね。その時は僕男性一人でしたけど、女性の二人組の方とかが多かった中でも、僕は黙々とですね、もう食べていました。なんて美味しいんだと思いながら、まあ、そんな贅沢な朝の時間、ぜひ過ごしていただきたいなと思いますよ。さあ、そろそろ4枚とも生クリーム濡れたんじゃないでしょうか。次の工程に行きましょう。4、いちごを乗せて食パンで挟む。まずは1枚の食パンにつき、いちごを1列に3つ並べてください。いちごの向きを揃えると、後でカットした時に断面が綺麗に見えますよ。もう1枚の食パンにも1列に3つ並べて、その列に交差して十文字になるように、真ん中のいちごの両サイドに1つずついちごを置きます。ゆっくりでいいですからね。今、一つのイチゴを4つのイチゴが囲んで十文字に並んでいると思いますが、いかがでしょうか。可愛らしいですね。完成版が楽しみ。もう一枚の食パンにもイチゴを十文字に置きましょう。イチゴを置いた食パンの上に生クリームだけ塗った食パンを、生クリームを塗った面を下にして蓋にするようにかぶせてサンドします。そしていちごといちごの隙間を生クリームが埋めるように手でギュッと押して密着させます。この時ですね、あんまり強く押すといちごが潰れてしまいますので気をつけてください。力加減は上から手で軽く押さえる程度です。さあ、できましたかね。できたって思った人、まだですよ。待ってください。もちろんこのまま食べてもいいですが、最初に言いましたよね。ラップに包んで冷蔵庫で休ませていきます。こうして少し休ませることで、クリームとイチゴがパンに馴染んで切りやすく食べやすくなります。できれば20分くらい休ませたいところですが、今回は5分くらいにしておきます。時間がないときは休ませずに手でぎゅーっと押さえて包丁で切っても OK です。ということで、いちごのフルーツサンドが冷蔵庫でお休みしている間、僕がトークでつなぎますので、コーヒーを入れながらでもよし、洗い物をしながらでもよし、5分間お付き合いください。さあ、ということで料理についてお話ししていきたいと思うんですけれども、まあ、僕はね、今パンを作ったりとか
ちょくちょく料理もしますが、実はですね、そんなに最近まではしてなかったというか、それまでは結構外食が多くて自炊することってほとんどなかったと思うんですけれども、やっぱりレシピを見ながらゆっくりやっていくと楽しいものですよね。なのでもしね、今回このいちごのフルーツサンドのレシピ聞いていて、あ、いいなって思った方、よかったらね、本当にいろんな料理に挑戦していただきたいなという、そういうきっかけになればいいなと思っております。なのでですね、僕は今はですね、週に3回くらい料理をしているかなと思うんですけれども、これがないと不安になるなっていう、もう常備している食材3つくらいありますが、ほうれん草、卵、玉ねぎ、まあプラスベーコンも欲しいかなって感じですね。やっぱり朝、パンを食べますので、それに合う、おかずってなってくると炒め物が多いかな。ほうれん草とベーコンのソテーとかスクランブルエッグとか、まあ玉ねぎはね、スープとかにもいろいろ使えますしっていうので、まあそういった食材をよく使うんですが、まあ中でもほうれん草はたくさん使います。必ず常備しています。うん、本当に何でも使えますよね。万能な野菜なんじゃないかなと僕の中では思っているんですが、まあお味噌汁もそうですし、おひたしとかも作りますね。まあそれからキーマカレーとかのアレンジ料理にすることもあります。それもですね、あのほうれん草をなんかこうあまりにも買いすぎてしまって、たまたま八百屋さんで安いタイミングがあったんですよね。その時にほうれん草大量消費とかで調べたら、あのカレーが出てきて、僕はですね、パンの次にカレーが好きなんですよ。なのでほうれん草を使ったキーマカレー、作りました。美味しかったですね。ほうれん草ってまあカレーにまあ一応トッピングで入っているイメージはありますけれども、いつもいるわけじゃないですもんね。だからほうれん草が主役のキーマカレー美味しかったなと思いました。うん、なので僕はですね、パンも好きなんですが、カレーもちょくちょく作ることがありまして、まあ、そのキーマカレーもそうですし、いわゆる普通の家庭的なカレーもそうですし、あとはスパイスカレーも作ったことがあります。これは完全にテレビの影響なんですが、マツコの知らない世界でですね、スパイスの特集をされていまして、そこでもう本当に100均で売っているようなスパイスからカレーを作るっていうのをやってらっしゃったんですよ。それを見てちょっとやってみようかなと思って、うん、挑戦してみました。まあ、結構時間はかかりましたよ。でもちょっとずつそのスパイスのブレンドで香りが変わる感じとか、その過程を楽しめたのはすごく良かったなぁと思いましたね。うん、なので時間があるときはそういう風にカレー作ってみたりとかしてます。なかなかね、仕事から帰ってきて夜ご飯作るってなってくると、まあどうしてもじっくり作ることはできないんですけれども、休日だったらね、やっぱそういう風に時間をかけて、なんていうのかな、音楽とか聴きながら、それこそね、今回のこういう朝ごはん作る僕たちのね、声聞いていただきながらやっていくっていうのも料理の楽しみ方ですよね。うん、なのでそういう風に時間を贅沢に使えるようにしていっていただけたらいいなと思いますよ。今は冬ですので、まあ冬らしい野菜、まあ、ほうれん草もね、チヂミほうれん草っていうちょっと普通のほうれん草よりは甘めのものがあったりもするので、なんかそういう食べ比べもしていただけたらいいんじゃないかなと思って、ぜひねスーパーだったり八百屋さんだったり行ってみて、あ、今こんなものが売ってるんだなっていう旬のもの取っていただくといいんじゃないかなと思いますよ。さあと話しているうちにですね、冷蔵庫で休ませているいちごのサンドイッチが美味しくなっている頃だと思いますよ。冷蔵庫から取り出してみましょう。次は包丁を用意してくださいね。できればパン切り包丁があると綺麗に切れますよ。5、サンドイッチを切って器に盛る。冷蔵庫から出したフルーツサンドのラップを外しましょう。慌てなくていいですよ。結構ね、びっちり巻いている方いらっしゃると思います。ラップの端探すの大変ですよね。
ちょっとねゆっくり落ち着いてやっていきましょう。僕もラップちぎるのすごい下手なんです毎回探しちゃうのでね。さあいかがでしょうか。ラップを外したらイチゴが並んでいる上に十字に包丁を入れて4等分にします。この時イチゴのないところに包丁を入れるとビジュアル的には魅力が半減しちゃうかもしれません。慎重に楽しくやっていきましょう。なるべく切れ味の良い包丁を使ってその都度濡れ布巾などで包丁を拭くと断面が綺麗に切れますよ。コツは食パンの両端を上から押さえながら切ること。上下の食パンがずれずに切りやすくなります。さあワクワクですね。もう一つも同じように4等分になるように切りましょう。そしてお皿に盛り付けたら断面が美しいいちごのフルーツサンドの出来上がり。それではどうぞ召し上がれ。アイスムボイレピ朝ごはん、今月の朝カフェレシピはいちごのフルーツサンドでした。さあ、一緒に作っていらっしゃる方上手にできましたでしょうか。僕はですねもうこのレシピを読みながらもうずっとお腹が空いちゃいましたね。もう本当になんかこう一緒に楽しんで作っているような感覚にさせていただきましたし、今回のねこのフルーツサンド本当にシンプルな作り方でしたので、いろんなフルーツを使ってアレンジして作っていただけるといいんじゃないかなと思います。まあでも生クリームとかね結構繊細ですから、それを作るのはもしかしたら大変だったのかなと思いますけれども、やっぱりねこの休日の朝にぴったりな甘くて美味しい、香り高いフルーツサンド楽しんでいただけたんじゃないかなと思って、そうなっていればいいなと願うばかりでございます。早く起きた朝も遅く起きた朝も朝カフェレシピでいい休日をスタートさせてくださいね。僕はこれを食べたら、そうだな、散歩してカフェに行って読書でもしようかなそれでは今日も一日笑顔で楽しく過ごしましょう。ご案内は上村優斗でした。ではいただきます。